セーブル条約は、第一次世界大戦後の1920年8月10日に、連合国とオスマン帝国との間に締結された、講和条約。フランス・パリ郊外のセーブルで締結されたことから、この名が付く。1918年10月30日に結ばれた、ウドロス休戦協定を受けての講和条約である。オスマン帝国はこの条約によって、広大な範囲の領土を失った。 条約の骨格は1920年4月の3での会議で決定されている。条約を締結したメフメト6世率いるオスマン政府に対し、ムスタファ・ケマルが主導してアンカラに組織されたトルコ大国民議会はこの条約に反対した。条約締結後にさらなる領土の拡大を図ろうとしてギリシャが起こしたキド戦争で勝利したアンカラ政府は、 ソ連と単独に条約を結んだため、旧連合国は再び交渉の席につき、ローザンヌ条約を締結、現在のトルコ領が確定した。セーブル条約では、クルド人自治区の設置が謳われていたが、新たに結ばれたローザンヌ条約で無効となり、居住の領域が、イラク、トルコ、イラン、シリアの国境で分断された、クルド人の問題が引き起こされることとなった。 セーブル条約下のアナトリア。青はギリシャに割上、水色はアルメニアが独立。赤はイギリス。紫はフランスの委任党地下に。オスマン政府のもとに残った地域のうち、オレンジの重線はボスポラス海峡沿岸の国際管理地域。赤、紫、緑の重線はそれぞれイギリス、フランス、イタリアの勢力圏となる。セクション3アーティクルズ62、64。 国際水路機関の前進、ありがとうございます。